野崎さんの話をしますね。野崎豊さんは91年初めてお会いしたんですね。先方からというかご本人からのご指名だったとかって、まあ、関係者の人がどういう状況か知らないですけど、うん、野崎さん撮ってくださいって来ました、うん、で続きスタジオっていうリハーサルスタジオが麻布十番一の橋にある、はい、そこにお邪魔してバースツアーっていうのリハーサルですよね、はい、うん、まあその関係者の人に聞いたらもう素顔をどんどん撮ってくれっていう尾崎さんのリクエストなんで、うんうん、それを分かってあげてくださいっていうか、そういう狙いっていうか尾崎さんオープンしてるからっていうことで、うんうんうん、で凛々しく歌ってることもリハではありましたけど、うん、どっちかっていうとうまくできてやったーって顔とか、うん、僕のカメラ見るとピースサインしてくれたりっていう、うん、ちょっといつもとは違うオープンな彼の表情を、うん、撮ることができたんですね、うん、それから横浜アリーナの本番の舞台ですね、うん、でリハーサルっていうのが今言った鈴木スタジオっていうのが一の橋にある、うん、で、周囲が自分の姿が見えるように壁が鏡になってたり、はいはい、それでそこに所狭しとアンプスピーカー、うん、楽器が持ち込まれて本番と同じで、本番でお客さんもいないんだけどすぐ近くでもある曲になるとアンプの上に上がっちゃってもううわーって歌う、うん、そのストイックさ、うん、その迫力がもうこの1メートル先に尾崎さんがわーって歌ってるわけですよね、うん、うわーすごいってリハから、うわーすごいって、でそれ終わるとホッとしてなんかニコッとされて、バンドの方とお話ししてる、ちょっと爽やかかな、あこれうまくいったよねみたいなところもこう、うん、撮らせてもらった。でおそらくその尾崎豊さんが作ってきたこの社会の矛盾というものに果敢に、うん、立ち向かって、うん、悩みながら生きている青年っていうバイクを盗んでとかもあるね。でそのイメージもすごいいい、しかし普通の25歳の自分をもどっかで記録しておきたかったっていうようなことだったんですね。なるほど、説明を受けると。なるほど、だからそのヒーローとしての彼っていうよりか、うん、すぐそこにいる一人の25歳の青年を見て撮ってたんですね。だからそれでハビさんだったんですね、うん、きっとね、がいいっていう。それで、うん、まあ、10本ぐらいの白黒とカラーもちょっと撮って、うん、でベタ焼きっていうのがあって、今デジタルの時代だったらサムネイルで 全ショットですけど、昔はフィルム36枚撮りで、うん、それがちっちゃく全部見えるの、はいはい、ベタ焼きコンタクトシート、コンタクトシート、それをお預けして1週間か数日後に彼がいい悪い三角丸×っていうのをこうつけたのを、うん、彼が泊まってるホテルに受け取りに行ったんですね、はいはい、そうしましたらエレベーターでホールまで降りてきてくださって、ご本人からも直接、そうです、それでもうまるでその卒業証書を受け取る高校生のようにありがとうございましたっていう、こういう感じの態度でいらっしゃいました。ありがとうございます、うん、いい写真ありがとうございました、うん、で打ち返ってそのダーマットで尾崎さんがこれいいなっていうのは丸、うんうん、まあ、どっちでもいいんだけど三角、うん、これちょっとあんまりっていうのは×になってますよ、はいはい、で意外とそのハンサムで、うん、穏やかなっていうのは割と三角だったり×が多くて、うんうん、で丸は横顔だったりちょっとブレてたり後ろ姿だったりっていうのが結構丸してある、うん、であれこれいい顔なのにこれもったいないなってちょっとこのセレクションに疑問を持っ
ってこう見てたんですよ、うん、近い。なんでだろう、これいいのにな、こっちの方がいいのかなって、うんうん、でそれから、1年ぐらい経ってお亡くなりになっちゃったんですね、うんうん、でお亡くなりになって何ヶ月後に戦闘ギガっていうラジオ放送局があって、はいはいはい、ずっと1時間波の音をこう流してるとか、そういうこのすごく環境的な、うん、放送局があって、うん、今もないんですけど、そこで12時間だから長時間尾崎豊さんの全曲をかけて著作本の中もこう読むっていうすごい長い特別番組が組まれたんです、はいはい、そのディレクションを平山雄一さんがなさって、はあはあ、その声の出演を僕がしてくれと。なるほど。お一人ですか、その間。そうです。あ、それ生番組じゃないから後で編集するんですけど、うん、彼の書いた詩とか、うん、そういう本がある、それを読む、うん、そして曲紹介って声の出演を一手に僕が、うん、で平山雄一さんが非常に尾崎さんのことを理解されていて、うん、この詩を読むのはこの一行を読んだら一呼吸置いて次の行に行ってください、うん、ここの夕焼けの空とかがあったりしたらそれを立たせるようにこう読んでください、うん、それ非常にこの細かいのを書き込んで、で、まあ、ある時あうまく読めたかなって思って僕はブースの中に行って、うん、平山さんとか他の関係者の方はガラスの向こうにいらっしゃる、うん、うまく読めたかなと思ったのがあったの、うん、そしたら向こうの声がこう聞こえてきて、うん、平山さんが、尾崎が降りてきてるぜ、うん、尾崎ここにいるぜっていう、うまく読めたからなのか知らないけど、うん、そっちの向こうが別の空間になったの、尾崎がいるぜ、うん、その時にふとあのベタ焼きのセレクションが分かったような気がしたんですね、うんうん、夜中に立ち向かうその焦り不安立ち向かうエネルギーのほとばしり跳ね返されるかもしれない突き抜けるかもしれない、そういった感情を表している写真はやはりちょっとブレていたり、うん、後ろ姿だったり横顔だったりで穏やかな後半生の中は尾崎さんの現実ではなかったのかなって、うん、その僕が詩をうまく読めた時にガラスの向こうで、うん、尾崎来てるぜ、その時にあのセレクションを分かるよなっていう話なんですけど、尾崎さんってあの出てきた頃って当時今はもう知らない人いっぱいいると思うんですけど、あの本当になんかこう情報統制がすごくて、うん、こうすごいプロデュースされてこう顔見えないモノクロとか青とかで、図材して動いてる尾崎を見れたのって結構後なんですよね、うん、本当にそういうので余計25歳になった彼は自分の素顔も残しておきたいというふうに思って、ね、それの多分ね選んでくれた。だそれがまあ小さな写真集になったりしてちょっと世には出てるんですけど、はいはい、ファンの方はあ尾崎もこういう笑顔があるんだと、うん、まあ、そのベタ焼きの中から三丸中心にこの本は作られてるんですけど、うん、あこういう笑顔があって安心したよという声がかなりありましたね、うんうん、そうなんですよね、常に思い悩んでぐるっていうよりかどっかプライベートでは尾崎普通のね、うん、幸せな気持ちでいてほしいってファンは願うわけですから、うんうん、それが僕の写真にはなんかふっとしたところとか、うん、なんか笑ってたりこういう顔も、まあ、丸がついてましたから、うん、それ出てますけど、やっぱそれ撮ってほしかった残したかったっていうのは多分あったから、うんうん、ハービスさんって言ったんでしょう ね、うん、きっとね、うんうんうん、私あの本当の彼の多分最後の生涯最後の代々木のオリンピックのライブ行って、その時に私あもう大丈夫かもって思ったんですよ。なんかもうすごい歌うことにテーマを見失って苦しんでたのがなんか楽しそうだったんですね最後で、うんうんうん、なんで逆になんかあの後すぐ亡くなられた時にちょっとゆっくりしたんですよね。あれそんな感じではなかったんだけどなと思っちゃって、まあアーティストってのは繊細だし、うん、何か自分で追い詰めちゃうっていうとこが、うん、まあね、あって大丈夫だからよってこう
利用脇をこうしっかりと仲間として支え合うっていう人がやっぱ人間には必要ですよね、うん、そうですよね、うん、なんかこう遊んでたそれ面白いですねって言ったらこう何回もこうやってくれて、うんうん、なんかこう飛ばしてた的を受け取る、うん、入れるバスの中 で、 そういうすごく捉えることを楽しんでくださる方って